はい、始まりました、モテラチャンネルです。プロアマ、まあ、ビールかけ、助っ人外国人、解説あるある、実はなんか忘れられないし、そうか、ちょっとこの解説あるあるいこうか。そうだ ね、その解説業だから、うん、まあ、いわゆるサンドラだとか、まあ、そういうのも何でもありで、そういうのも全部俺解説あるあるっていうか、うんうん、ラジオとか一人でしょ、うん、でテレビとかだと二人とかあるでしょ、そうそうそう、うん、その時にヤシュヤシュだったの、もう一人の方も野手あるね、たまに、ね、で野手だから、うん、その人は、まあ、バッティングにものすごい優れてる人だったの、先輩なの、先輩、先輩、だいぶ先輩 で、うん、だいぶ先輩、だいぶ先輩、ごっつ気になるで俺は、まあ、どっちかって言ったら、まあ、守備でいいから、うん、でお前守備のことを俺言う、俺バッティングのことは俺が言うからっていう感じだったの、そんな雰囲気の、そう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 、たまにこうバッティングとかパッて振られた時ちょっとだけ喋って、で守備のことはがっつり喋って、うん、でもう一人の方がずっとバッティングのことをね、ネオだなんだって、うん、でバーって喋ってたクエスさんの、うんうん、で5回か6回ぐらいもう中盤過ぎたぐらいになって、あこれはね、あーっつったらね、うーんつって止まっちゃったの、寝てんじゃんそれ、いや一応言葉は出てんだけど、うん、つったらもう分かんない、今行けって言って、何それ、何を言ってる、いやそのバッティングのことについて、あもうあとはお前に振っ、そうそうそう、任せた、振ったって感じ、まあ、もうそう、なんかこう配球とかなんかとか、うん、こういう時はどうやって何をどうしたらとかいうのを聞いてたんだけど、うんうんうん、もうお前喋れっつって気になるな、気になる、気になる、その人はホームランバッターで、うん、そうだね、確か聞かれてることもホームラン系のことと聞かれてたのに、そこを喋らないでどうするんだろうなと思いながらドラゴンズの OB の、うん、ドラゴンズの OB やな、ドラゴンズのホームラン系打つ矢沢さんか、うん、矢沢さんじゃないね、矢沢さん結構喋るもんね、まあまあ、カードゲームとかやったら最後1枚になったら言う言葉とかさ何その人も YouTube チャンネルやってて、うん、で俺見たんだけど、うん、そのゲームやってた俺マジ笑えたっていうそのカードゲーム、そう YouTube チャンネルでそれやってたから俺笑っちゃってあ本当話はあれだけど、昔の解説者とか OB の方とかってなんで CD 出してる出してるね、原さんも出してるね、落合さんもそうだ出してるでしょ、彦野さんもでしょ、あそう、まあ、バンド A さんバンド A さん出してるね、うん、次俺来るんちゃうかなドキドキしてんだけど萌えドラ ドラゴンズドラゴンズの、うん、だけど なんか多くないそういうの、中畑さんもだからそうやな、絶対聞いたことある、中畑さんは俺何回か 2,3 回一緒したことあるんだけど、うん、まあまあ俺の歌を聴いとけっつって俺朝方ぐらいまでずっと聴いてた、ね、やっぱ昔の人そうでもさ歌えとかじゃなくて歌う暇もなくずっと歌えてる中畑さんすげえ、むしろ感心だよね、すげえなっていう、そういや今ね思い出したけどさ、昔俺がプロ入った時も先輩とかちょっと OB の人に食事なんか連れて行ってもらったら大体歌は歌えへんで、結局お前次そろそろ歌歌えよって言って準備しとけよって、俺がじゃあ一曲歌ったらお前次入れろよって言ってるんだけど、入れて待ってたらどんどん入れられていくってでまたあれでしょ、他の人もいるわけじゃん、そうそうそう他の人も、うん、でたまに他の人ポンって入るじゃん、うん、そしたらさまたその次入ってるもんね、きっちりカラオケで思い出したけど、俺山本雅さんと紀藤さんのカラオケほんと上手やった、聞いたことある、ない、東京に遠征行くとね最後に連れて行ってくれるカラオケバーみたいなのがあるんだわな、でそこを連れて行ってもらって2人がデュエットするの、ほんとに上手だった、同級生、さすが同級生だなっていうね、俺の中ではサンバガラスなのか四天王かぐらいの勢いのあったのは、うん、藤井、うんうん、前田って前田キャッチャーのね、前田明、荒井亮太、野本圭、これ4人で行ったら、うん、マジ面白いよカラオケマジ面白いあのね、実を言うと俺その辺、まあ、野本はおらんかったけど、うん、そのグループで飲みに行ったことあるけど、うん、大変なこと大変なことでしょもう俺もね、もう
あの腹筋崩壊じゃないけど、もう先輩後輩逆転したなあいう感じの。そうだね、なんか疲れて帰ってくるよね。疲れてる、あのでも楽しいよ。楽しいけど、楽しいけどね。なぜか解説あるあるから全然あれけど、まあ俺なんかで解説あるあるっていうとそうやな、まあなんかこの間なんかめちゃくちゃ楽だったじゃん。ね、ほとんど野球見てなくて、あこの前の解説ね、そう裏話ばっかしててあれ解説さ、あのこの前の解説あれ多分かなり評価高かったよ。俺の知り合いからめっちゃ面白い面白い言ってウォーリー、うん、ほんでさ、あれあのねウォーリーの時のなんか解説あったじゃん。あの時の次の日が俺東海クラシックのゴルフのキャディーやる、うん、ない、ほいさ、さ結構そのゴルフ場で見てる人がおるわけ謙信真剣にやれよって言われてさあしかもみんな東海地方に来てるから、ね、来てるからゴルファーがね、そんなやつだったのって、いやいや違うんですあの時だけですよ普段真面目に解説しよう だってほとんどチェンジになったらさ、あじゃあチェンジですっていうだけでさ、 それ以外野球の話してなかったから全然。だからまああれで成り立つんだと思えばもうあれを締めちゃうとこれから解説できひんよねできない ね、うん、もう決めればいいじゃん。5点差以上、5回で5点差以上離れた時は あのシステム、そうそう、お題が出てきて、そうだね、そうそう、思い出の話とか勝手になって、誰今マウンドにいる人の誰々の話とかさホームラン出ただけで黙っとこうか、黙っとこうね、なんかシーンとね俺がね野球し始めたり覚え野球をこうプロ野球を見始めた頃っていうのを江川さんと掛布さんの解説がもうマッチングなんよ、うん、もう大好きやったんよ。あ、うん、知らない、もう巨人戦ほとんど、いや俺ね、うん、その辺ってあんまね見てなかったもんね。俺もっと前かもしれない、巨人戦。え誰が解説したの？金田さんとか。ちょ待って、嘘やろ。いや本当に金田さん解説してた？いやもうめちゃくちゃ俺なんか本当に幼稚園ぐらいから見始めて3年生4年生ぐらいで、うん、なんか見てないのよ、うん、やる方で、うんうん、あほとんど結構見てなかったのよ。じゃあそれ金田さんと誰ぐらいなの？堀内さんとか。あ堀内さんな、あとね結構ね年配の方だったんだよ、だから長嶋さんもあったよ、ね、長嶋さんはもちろん途中あったよね、うん、だから江川さん掛布さんって多分まだ現役やってたんだよね。江川さんって辞めてすぐ解説やってんじゃない？そうだから俺らがね小学校、うん6年とか中学校になったぐらいに、うんうん、そうそう多分やめられてる。まあ確かにね、俺ね野球をごっつ見始めた中学校1年生の時やから、ああ、うん、そう小学校の時は見てたから。あとね岩瀬さんだけど、うん、岩瀬さんと何回かで、ね、一緒にやったことあるんだけど、解説俺もあるよ。で俺岩瀬さんか岩瀬さんかよく分かんなくて、うん、2人で返事するとか2人とも無言になるとか、岩瀬さんだろ今とか俺も思いながら、もうさ、ね、もう俺岩瀬さんとはやりたくないんじゃなくてそこが嫌だ俺ね、俺とか言うのが分かる分かる。あの俺申し訳ないけど聞いてる側も分かんないでしょ、言ったんだろうっていうのは。で今のは俺だろうって思って自信満々で言ったら岩瀬さんとかっていう、もうあれでいいじゃん、イバチンとマンちゃんでまだそっちの方がいいよ、うん、イバチンさんっつって、ああマンちゃんさんっつってね、アナウンサーの方もなんかごまかしてんじゃないか、そうなんか分かるだけで皆さんね、そうね、解説者あるあるで言うならば、その実況の方がさ2アウトになって、例えば川上さんの時ってど何とかでした、どうでしたって話に、あ僕の頃はね、あの例えばですね、こうこうこうって言おうと瞬間に初球打ってころで、はい3対1で8回に入りますと、にこの切られた瞬間ってもう虚しいよね。わかる。ほんで次拾ってくれるんかったら拾ってくれへんやん。でたまにさ、なんかあの、うん、これはじゃああのね、またあの後でみたいな感じで、そうそう聞かないじゃん。実況の人覚えてくれてるから、うん、すいませんねって陰で、あの次のなんかあのイニングちょっと間があると思うんで、その時言いますんで、また振りますんでとか言って、俺もそれで構えとるやんか、来るんかな来るんかな思ってそしたらさ、そこで来ないんだわ。ほんでその多分実況の人もどっかで思い出すんやろな、うん、そしたら言った時に俺なん、その前に何言ってたか、どこまで喋ったか忘れてたってさアメリカの話してたっけなとかなってきて、わかる。あのここっからの話が長くて盛り上げてきて、ようやくプチトークショーになりつつあるのに、このタイミングでスパーンって切って、ほんでまた来るんかなと思ったら、よくあるのが地上波とかだったらさ、あのコマーシャルが入って終わったかなと、また次の回楽しみですってまたコマーシャルが入ったりとかお前さっきコマーシャル、またコマーシャルやったらもう忘れますよ僕はっていうここのね CBC の
西なんとか君が多い一回好きだね、ちょっといい好きだ ね、 好きだね、一回注意したんだわ、うん、多分大きい声で喋りたいところが欲しいんだと思う。ラジオだったんだ、うん、ラジオをいいことに、うん、コウスケか誰かが引っ張って打った瞬間ファールない弱い、うん、まあまあ弱いので、おっと入るかって言ったんだわ。ほんで俺もびっくりしてて見てて何言うとんかなと思ったら、ね、まあ大げさに言ったんやな、分かったわ。ボールボーイの上ぐらいのネットに上にポンって当たって帰ってきた。で10メートルぐらい手前ってことだね。10メートル もっと手前、打球も弱いのにポールか、ポールに当たったのかとかで言うてるよ。でその時さすがに怒って、あのねっつって、あの聞いてる人が見てないのいいことに、俺も釣られてどうだって言うとこやったやんか。どっから何でも届いてないぞこれっつって、なんなら詰まってるやんか普通に。ほらあれだよね、聞いてるさ車運転しながらとか、もう一回止めちゃう、入るのかだけど、もう弱々しいどちらか打球で、もうあの見えんこと言うことにそれは言っちゃいかんって言って。